ブリストル F2 バイトファイターの前のロス・スミス・ロス・スミスはオーストラリアのパイロットである。1919年に兄のキース・スミスらとイギリスからオーストラリアまでの最初の飛行を行った。父親はスコットランドからの移民でアデレードやスコットランドで学んだ。1914年に招集され、1915年にはガリポリに上陸した。1917年に オーストラリア航空部隊に志願し、11機の確実撃追数を記録し、ミリタリークロスなどを受訓した。オーストラリア政府がイギリスからオーストラリアまでの最初の飛行に賞金を設けたのを受けて、1919年11月12日、兄のキース・スミス、ジム・ベネット、ウォーリー・シアーズとビッカース・ビミーに登場し、イギリスのハウンズ・ローを出発し、 28日をかけて12月20日に、オーストラリアのダーウィンに到着した。実飛行時間は135時間であった。政府からの賞金1万ポンドは4人で分けあった。1922年4月13日、ロス・スミスはジム・ベネットと共に、ブルックランズをビッカース・バイキング水陸両用機で離陸したが、バイフリートで墜落し死亡した。 遺体はオーストラリアに運ばれ、アデレードのノースロード墓地に埋葬された。ありがとうございます。